はい、皆さんこんにちは、レイです。実はこれ動画続きで撮ってるんですけど、この動画の前の動画がこれです。はい、串谷のベクトルジャケットというこのジャケットのお話の動画をしてたんですけど、これのですね、もうちょっと細かい話になってくるんですけど、サイズ調整とかサイズ感っていう話になってくるんですけど、洋服って難しいもので、自分の体に合ったサイズを着ないと一発でダサくなっちゃうっていう、なんか魔力も秘めてるんだけど、と同時に闇も抱えてて、メーカーたくまで平均値とか万人のためにものを作っていて、だから自分は肩幅が人よりも広いから着れないんだよねとか、逆に自分は人よりもなで型だからなんか袖が下に下がっちゃうんだよねとか、全員悩みがあるわけですよ。全員体バラバラなわけですよ。それの平均値って誰よっていう話で、そこに偶然ハマってくる人は幸せっていう話なんですよね。例えば僕はユニクロの T シャツとかは結構サイズね満足いってるんだけど、 Y シャツになるとなんか袖の長さで合わせると今度胴回りがすげえ余っちゃってどうしようもないとか、物によってブランドによって合う合わないが結構まちまちで、もうそれはパターンを自分で見つけるしかないんですけど、春夏と秋冬のライディングウェアの話を今からします。秋冬っていうのは中に服を着足していくじゃん、寒いから。で、中に着てる服の厚みと暖かさって比例じゃないですよね。比例の関係性じゃないですよね。すごい高機能なアンダーウェアとかを、インナースーツピッタピタのやつとかを着ておけば、それ1枚でも結構暖かいから、今までその上に、シャツ着てセーター着て、その上になんかもう1枚着てやっとアウターとか、こうどん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 ビバンダム君になっていくわけじゃん、失敗すると。ところがこの高機能インナーとかなんかうまいことやると 2,3 枚とかでもうなんか防寒具済んじゃうとこまでいけるのね。そこで厚みを調整することで、そもそもアウターのジャケットが自分の体に合うのか合わないのか、それともいっぱい着込みたいタイプだからあえて L サイズ XL を買っておいた、それとも実は今シーズンからすごい高機能なインナーを買いましたとか、電熱ウェアを中に仕込むことができましたってなると、 L を M とかに下げてくる工夫もできるし、ところが春夏になるともう暑いからさ、 T シャツじゃん。で、この上にもう一枚なんか着て、またなんか着て、なんか着て、メッシュジャケットとかないじゃん。いきなりもう素肌 T シャツメッシュジャケットぐらいの順番でいきたいじゃん。サイズ調整ができないんだよね。中に着るもので合わせていくっていうテクニックができなくなっちゃうんですよね。例えばこれ春夏物のベクトルジャケット、僕は L サイズを着てるんですけど、まあ、たまたま僕はこれ結構サイズ感いい方ですね。まあこういうとこ余るけどね、もやしごぼう族なんでこれしょうがないです。で、もやしごぼう族の割に腕が長いからギリギリですね。もうちょっとあってもいいのかもしれないって気もする。ただこれは僕の体の場合なんで、で、これが仮に冬物のジャケットだったと仮定して、なんかダボダボしちゃったな、大きいの買いすぎたかなとか、そもそも自分がもやしごぼう族だからしょうがないんだよなっていう時に、何で工夫できてたかっていうと、中に着るこういうねインナージャケット、ダウンジャケットとかの厚みで自分の体をかさ増しすることができてたんだよね。じゃあこれを着る、その上にじゃあこのベクトルジャケットいっちゃおうかきついきつい。さっきまでの動きやすさが減る。なんかもうパンパンな感じ出てます。まあ、ちょっと胸張ってますけど、まあ、こういう風にサイズ調整をなんとかしようあるんですね。ちょっともうなんかこんな感じになっちゃってますけど、なんか。で、これってさ、春夏でこの技が使えなくなるときに僕がよく使ってる手なんですけど。中に薄手のトレーナーとかフーディーもう1枚入れちゃうっていう手もありなんですけど、あ、もうこれもう着なくなっちゃうね、あったかくなっちゃったから。冬はもう毎日ちょこれ着てたんだけどね、これはちょっと来年の冬までともうオールスパンですね。春物の洋服でどこでサイズ調整するかっていうと、例えば脊椎パッド取り外してきますよね、肩パッド取り外してきますよね、肘パッド取り外しできるんですよね。僕は服によってはサイズを合わせることを優先するときは積極的にパッドを抜いちゃいます。
で僕は肩幅がそんな広くなくて、あのもっとモデルの仕事を真面目にガチガチやってた時は肩幅増やすだけにここの筋肉をピンポイントで育てるあの筋トレとかメニュー組んでトレーナーについてまでやったこととかあるんだけど、最近全くそういうことしてないので、ただの、爪楊枝みたいな体してるんですね。爪楊枝な体になってくるとここね欲しいんですよ、肩幅欲しいの。だけどもう今からこうやってなんかこういうなんか頑張るとか正直めんどくせえっていう話なんですよ。なんかねそんなことしてる暇もねねえっていう話なんですよ。あの仕事してるしバイク乗りたいし、あのもうそういうことやんなきゃいけないんだけどさ、やったらモデルの仕事増えんのかな、やんなきゃなとか、まあそんなそういうねグダグダな思いもあるんですよ。肩パッド残しっていう技を使えばここさ漏れちゃうんだよね。だから撫で肩とか肩幅が狭くて悩んでる人がいたら、肩パッド残しか、いやまあやったことはないけど肩パッド2枚入れちゃうとかさ、そういうことで自分のシルエットを微調整することはできるよね。やっぱ男の人ってさ、こういう逆三角形の体かっこいいじゃん。あのウエストはくびれてん、こっからこのさ、ここの何筋っていうか知らないけど、今これ T シャツあるからいいけど、 T シャツなくなるとここで体この辺からストンって落ちちゃうからね。ここを稼ぐための工夫としてパッドを使うっていうのもありで、あと、僕ジャケットによっては例えば脊椎を抜いた状態で背中側の収まり感はすごくいいんだけど、胸がなんかなくてなんかあの、ちっぱいでちょっと辛くて、でそれであの胸部パッドを胸側に入れてここのシルエットを保つっていう工夫もするんですよ。だからバイクのプロテクションってもちろんプロテクターが持ってるそのなんていうの性的な機能もあれば、ウェアが動きやすいからそもそもアクシデントを自分から回避しに行ける、そもそも危ない運転をしてないとか、なんか滑らかに上手にこう乗れてるっていう時のそういう動的なアクティブセーフティーとパッシブセーフティーってそれぞれだと思うんだけど、その配分が皆さんが決めることなんですよね。だ自分はもう全部鎧にしてください、もうアイアンマンにしてくださいっていう人だったら、もう例えばさ、僕がこの間紹介したアルパインスターズのテックエアってエアバッグをしっかり着て、その上に硬いプロテクションを体中に散りばめて、こうやってなんかトニー・スタークになる手もあるし、あるいはパッド類を外すことでもう本当に転んじゃって当たっちゃうときはしょうがないになっちゃうんだけど、自分が動きやすい方がよっぽどアクシデントを未然に防ぐことができるっていう考えの人は抜いちゃって素肌に近い感覚でバイク乗るのもありだよね。状況によってそこの配分を変えていく工夫がまた面白いところで、今日はもうぶっちゃけコンビニ5分しか乗んねえから半ズボン T シャツでいいやっていうのは誰もが思うよね。今日はサーキット走るから半ズボン半袖でいいやとは誰も思わないよね。だからやっぱり場所によって着るべきものとその時に合わせていくと適合しやすい組み合わせっていうのがあるので、まあ、そんなプロテクションは日陰になってしちゃった、そんなプロテクタープロテクションっていうものと、それをサイズ調整のアイテムっていう考え方をしても僕は面白いんじゃないかなと思いましたので、まあ、僕がやってる工夫どころとですね、そんなあの、まあ、ご提案っていうほどでもないんですけども、そんなことも遊んでみてはいかがでしょうか。で服はとにかく自分の体に合う合わないっていうのは人それぞれ、万人それぞれ全員十人十色悩みがあるので、ぜひ皆さん自分の体に合う着方を探してみてください。それが見つかると選べる洋服の数が一気にこう増えてくるんですよ。そうなった時に楽しくなると思います。だから体鍛えて美しくなるとかいうのはその次のステップとかでいいんじゃないかな。まずは今できることをやろうと思うと、きっちりしたサイズを選ぶ、サイズ調整を工夫するっていうところなんじゃないかなと、もやしごぼう族の私は言っております。はい、ということで今日はだいぶ細かい話だったんですけども、よかったらまたこのレブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上レイがお送りしました。